皆さんこんにちは、東北ずんこです。大垣市の観光はまだ残っていますが、先にお城つながりでこちらを紹介します。大垣市街地の観光を終え、帰るにはまだ早かったので少し寄り道をしました。角俣一夜城跡での御城印配布が始まっていると聞き立ち寄ってみました。実は飛び地となっていますが、角俣一夜城も大垣市内です。だからこれも大垣観光と言えますね。角俣一夜城跡はすでに2回動画をアップしています。今回はどうするか迷いましたが、御城印情報と思ってください。今御城印人気が高まっていて、この1年で扱っているお城の数は4倍になったそうです。今日は GoPro 9で撮ったこともあり、過去と同じような動画ですが、よかったら見てくださいね。到着しました。角俣一夜城は本来は砦のようなものだったそうです。だから天守閣とかはなかったんですが、現在は大垣城をモデルとした歴史資料館が建っています。鉄筋コンクリートの歴史資料館とはいえ、大根出世橋から見る眺めはなかなか様になっています。周りは大きな建物もなく、最上階からの眺めはとてもいいです。北に岐阜城のある金華山、東は濃尾平野、南は川名方面、西は関ヶ原を見渡すことができます。歴史資料館の受付で手に入れることができます。にはさほど時間はかかりません。何かのついでに立ち寄るのもいいかと思います。ただし桜の季節は大変混み合うのでご注意ください。
それでは車に乗って帰ることにします。この先、永遠と続く桜並木です。そのため、春はとても混雑するのです。当チャンネルは、名古屋を起点としたお出かけ動画をメインに、時々アクションカメラなどの紹介をしています。チャンネル登録していただけば、最新の動画などにアクセスしやすくなります。もしよかったらチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。